ポポポポポンンンンンまあそれにしてもね、まあこの間、えー、11月30日でしたっけ、もういつか忘れましたけども、えー、立憲民主党のねまあ代表選挙があって、まあ泉健太さんが新代表になられたということで、まあその、えー、泉さんがね新代表になった たえこことを受けて、えー、政党支持率がどうなるかっていうのが、まあ、注目、えー、されてるというか、僕は注目してたんですけども、き、まあ、昨日ですかね、まあ、10時頃、ね読売新聞の世論調査っていうのがあって、まあ、これが、まあ、あの内閣支持率はね、岸田内閣の支持率は62%で6、6ポイント上昇してると、な本当なんか、あのー、ようわからんなっていうかね、あのー。 菅さんがね辞めて、その直後の内閣支持率っていうのは、あんま振るわなかった、えーまあ、それで衆院選はね、あの野党が行くんちゃうかと思ったら、野党が伸びなかったっていうか、逆に減らすっていうね、えー、まようわからんなっていう中で、まあ、岸田さんが、ね、今回は62%。えー で6ポイント上昇していると、ほんで、不支持率は22%と、えー、なったということでね、まあ、ほんでその、まあ気に、一番気になっているのが、やっぱその立憲民主党の政党支持率なんですけれども、これ、読売新聞ではです、ね、やっぱ政党支持率が自民党が41%で、えー、前回から 2, 2ポイント伸ばして、その次に、 維新、日本維新の会が 8%, 8で、えー、前回10ポイントから2%、ね、2ポイント減らしているんですけれども、立、えー 立憲民主党よりも先に来ているっていうねで、立憲民主党は前回11%だったのが、ですね、今回は7%と、4ポイント下げてるということでね、だからその泉健太さんが新しい代表になったんですけども、その効果っていうのは全くなかったと言っていいんじゃないのかな。 ということを考えると、まあ、立憲民主党にとっては、ですね、まあ、かなり、えー、僕は厳しい結果になったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。うんまあ、まあこれはだって、僕もそんな期待してませんもんねっていうね、<laughs> 立憲民主党の、あのー、なんていうんですか、やっぱその、いや、泉さん。 がまあ、国民民主党出身だからっていうこともあ,ありますしねで、その立憲民主党らしさっていうのは、やっぱり枝野さんがまああの代表だったからっていうこともあって、まあそういう、なんていうんですかね、こう立憲民主党の良さっていうのが、やっぱり枝野さんっていうのは大きくあ,あってね。でその 新あの代表選挙でも、ですねまあ、その立憲民主党の、まああの何て言うんですか、元からいたメンバーである大阪誠二さんになったらね、あの大阪誠二さんでも僕はあの知名度的には枝野さんよりは全く、まあ、ないと言っていい感じですから、その下がってた可能性はあると思うんですけども。 大阪さんじゃなくて泉健太さんになったっていうことでね、それはね、従来のその立憲民主党支持層もですね、僕は愛想つかすというかですね、あ、ダメだこりゃみたいな感じにもうなるんちゃうかなっていうふうに思ってたんですけども、まあそうなったかなと。で、やっぱり維新よりも下がってるっていうね、あの、維新、 自民党、維新、立憲民主党で、立憲民主党は3位になってるっていうのが、もう本当に僕は立憲民主党っていうのが、まあ前途多難っていうかですね、あの、よっぽどのことをしないと、あの、ずっとこういう感じの世論調査の結果っていうのが、僕は続いていく可能性はあるんちゃうかなと。まあ、維新が2位に来てるのは、やっぱその文書交通費ですか、文通費の問題で、まあ、 あのわーっとマ、えー、スコミもですね、その維新がやったとかっていう風にね、まあ、取り上げて、えーまあ、それでずっとあの上がってると。それが下がる下がりつつあるけども、立憲民主党よりはマシみたいなね。まあ、これ、読売やからっていうのは僕はあると思うんですけどもね。でまあ、読売は、えー、共産党との共闘にはですね反対というのが63%と。 えーあのー、立憲民主は今後も共産党と協力して、政権交代を目指すのが良いと思わ24%と、えー、で、えー、30%から6ポイント下がってです、ね、思わないが63%と、57%から、えー、前回57%から今回、えー、6ポイント上昇しているということで、まあ、これも読みふりやからっていうね。あのー 共産党との共闘は反対っていうのはあの多くなっているっていうね、だからやっぱり共闘あの、僕はその共産党とその立憲民主はが協力しないと参院選でもでさんざんな結果になるというのはあると思うんですけども、もただ、もうマスコミがですね、まあ、特に読売とかは、ですね、まあ、こういう共闘はよくないっていうイメージを、えー、来年の参院選に向けて、まあ、作っていくというね。 あのそういううい部分はあると思うんですよねそれでも共産党はです、ね、あの野党共闘しかないんだとかって、あの共産党が言えば言うほどです、ねあの、共闘は良くないですよみたいなイメージが僕は作られていくと、マスコミによってね、あのそこを考えよっていうのが僕は思うんですよね。まあ、立憲民主党は共共産党との共闘 にはですね、まあ、みんなが見直すということで、まあ、ちょっと距離を置いたかのようにあの見えますけども、ただ、えー、共産党と一緒にやらないとですね、あのただでさえ票が取れるわけあらへんからと、ただでもその共闘イメージを前面に出すことがですね、まあ、こういうふうにマスコミによってやっぱ共党は良くないとかね、反対だとか、えー、っていう印象。 まあ、操作と言ってもいいですけど、そういうイメージがつる作られていくということに対して、僕は共産党もですねきちんと、えー、そういう、まあ、マスコミ対応というかね、そういうことを考えなあかんと思うんですよね、ただでも、共産党としても、えー、共闘、えー、していかなあです、ねあのー、なんていうんですか、まあ、不安なのかなんか知りませんけども、もそういうことを出していかなあかんと。 いうことで、まあ、そこに僕はジレンマっていうか、ですね共闘イメージを出せば出すほど票が減っていく可能性が、えー、参院選に向けてもあるんじゃないのかなと。で支,持だって支持率だって、えー、僕は上がらへんと思いますよっていうね。 うんだからそこをどうするかですよね。あの、共闘、野党共闘をね、支持してる方っていうのは、もうこれ聞いてる人多いと思うんですけども、いや、共闘はいるけども、共闘イメージを前に出すのはやめなさいよっていうのが、僕は、あの、言うときたいですね。うん、だそうじゃないと、あのー、いや、それは僕らはね、いや僕らはねっていうか、これ聞いてる人は共闘した方がいいと思って、 思っててね共闘、京都何が悪いんだと思ってるかもしれませんけども、もでもやっぱりこういうふうなマスコミの、えー、世論調査とかね、なんかそういうふうに、まあ、この世論調査だって、まあ、こういう質問の聞き方とかで、まあ,あのいろいろ変わってくると思うんですけども、ただ、難しいでしょうねっていうね、やっぱり立憲民主党は支持率1桁っていうのが、えーまあ、前回からもしかも下がって、 ってるっていうのはね、あのやっぱり泉健太さんでは難しいと、えー、いうのもありますし、でずっと1桁っていうことは、やっぱその表だって取れないわけですよね。あのこれも ずっと枝野さんの時でも政党支持率が1桁っていうこともあって、それが結局やっぱり衆院選に出たんじゃないのかなと、あの、立憲民主党の議席、がですね、増えるよりも逆に減ったっていうのがね、うん、だから僕は難しいと思いますよと、ん、だからまあ僕はね、まあ名護市長選が、まあ来月、1月にね、ありますけども、まあそこにね、立憲民主はこれ名護市長選、辺野古はみんな、 反対とかね、基地建設反対言ってたんですから、もう野党、各党の代表がね、あの維新とか、この自民とかね、あの辺野古に対しては、あの推進やったんじゃないですか、ちょっとはっきり分かりませんけども、もうそれ違いを見せるためにも、あのあの共産とか立憲とかですね、名護市に行ってね、 ヘノコはやっぱ問題ですねぐらいのことを言ったらどないやっていうふうに僕は思いますけどもね。そういうなんか世論に対してのアピールとしない限り、それは立憲民、立憲民主党だったり、も共産党もそうですけども、政党支持率が上がるわけないですよっていうね。でそういうところの不満っていうのが僕は令和に行くような気すると思うんでね。そこほんまね、野党はよく考えなあかんのちゃうかなというふうにあの思いましたね。 チャンネル登録よろしくね。